はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ワクランのゴシップシャドウです。さあ、ロンコミアントさんの禁止化によってね、ワクランのゴシップシャドウさん、まあ、あの冤罪事件と言われていた、このモンスター帰ってきました一応まあ冤罪っていうか、まあ、共犯というかね、そういうモンスターになっているんですけれども、まあ、ロンコミアントっていうね、まあ、もう一度ゴミモンスターがいまして、あいつの下敷きになることによって素材を増やすっていうね、あの本当に終わってる効果をしてたんですよね。これ効果はどういう効果を持ってるかっていうと、まあ、1番目の効果で一応なんかモンスターの効果を相手が発動したら、2個素材取り除いてお互いにドローするよっていう効果になるっていう効果と、あと2番目の効果ね、有名で、このカード以外のナンバーズの下に自分と自分の素材を全部重ねるっていう、まあ、ことができるということなんですよ。でこのゴシップシャドウさんの、下敷きになる効果を有効活用していく、まあ、モンスターっていうのは、まあ、いくつかいるんですけども、まあ、ロンゴミアントが一番有名でした。遊戯王ウィキにはちなみにロンゴミアントの下敷きにしろってめっちゃ長々といっぱい書いてありました、はい。で今日はね、何を使っていくか、これですね、これとの相性もいいんですよ。これ昔からね、有名でゴーストリックの打点し、ゴシップシャドウデッキっていうのは、これどういう動きするかっていうとですね、ゴシップシャドウが下敷きになれるから、ゴーストリックの打点しの下に何とかして重ねることができれば、まあ、素材がバンバン増えるという話なんですね。こいつが特殊感、特殊勝利条件持ってまして、こいつの素材が10個になった時に自分はデュエルに勝利するよっていう効果があるんですよ。で、10個にするの結構簡単で、ゴーストリックって、ゴーストリック自体がかなり、あの素材を増やすのに長けたテーマになってますんで、今回はですね、あのなんと召喚剣を使わずにゼンマイティを出すことができさえすれば、それだけで、まあ、このムーブ完成します。まあ、要するに手札、まあ、2枚ですね、まあ、ベイグマックスとか入れたら手札1枚ですけど、まあ、実質手札、まあ、1枚、まあ、ないし2枚から、特殊処理ができるというデッキです。はい、まあ、ちょっと動かし方はね、まあ、クソデッキになってきますんで、まあ、ご覧いただけばいいかなと思いますね。まあ、いつもの通り、彼岸2種から、彼岸モンスターなんでも、あの2種類から確定するんで、ご覧いただければなというふうに思います。はい。おかえり、ゴチップシャドウくん。早速悪用してごめんね、デュエル。スタンバイ。一体何億年ぶりでしょうかね、このモンスターが帰ってきたのは、ロンゴミアントくんと、まあ、冤罪、冤罪というか、まあ、共犯というかね、いうところで、まあ、ロンゴミアントさんと一緒に使われていて、まあ、禁止になってしまったと言われている、まあ、ロンゴミアントなぜか差し置いてね、ゴシップシャドウの方が禁止になるという意味不明な意味不明な、制限改定になっていましたが、まあ、晴れてロンゴミアント君がいなくなったため、まあ、帰ってこれたという話ですね。まあ、今回はですね、この、まあ、リュウ実況チャンネル御用達、親顔ムーブ、親の顔より見てたムーブと言われている、このゼンマイというね、史上最強ギミックを使い、ゴシップシャドウ君の帰還を、まあ、祝っていこうと、祝福していこうというふうに、思っております。まあ、とりあえずゼンマイのムーブ、これゼンマイムーブはですね、多分今日なんじゃないかな。あのね、あの僕、ちょっと、あれなんですよ、あのオンラインくじっていう、まあ、試作をちょっと今回あのやらせていただくことになりまして、それがですね、多分この動画公開する日とかに、公開されてると思うんですけど、それでですね、このクソデッキの極意をですね、限定動画としてね、残してありますんでね、まあ、気になる方はぜひね、オンラインくじのご購入を検討していただければなと、はい、いうふうに思っております。あのクソデッキ講座というオンラインくじ限定の動画を、景品の一つとして設定しておきました。で、ですね、まあ、レベル3の、モンスターが2体でオーバーレイしてあるカードを出していく。で、これ回すのバカ早いでしょ。さっきめちゃくちゃ練習したのと、てかこれ昔ね、これ組んでたことあるんですよね、このデッキ。ゴシップシャドウが生きてた時。で、ゴーストリックのダテンシ君の効果を発動しまして、で、オーバーレミットを、一つ使ってショット持ってきますと、これ最近ね、ピュアリーとかでね、デュラハンから、ダテンチ出してこのムーブして未来用みたいな、動きしてる人結構いますけどね。で、プロキシー、F マジシャン出していく。で、アルカイドちょっと、ダテンシちゃん戻さないと、ダテンシちゃん4回出すんで、このデッキ。ちょっと足りないんで、4回ダテンシ出すってどういうことだろうっていうね。で、沼地のドラゴンを黒シーフのリンク先に特殊召喚し、黒シーフの効果を発動し、ふぅ。で、沼地のドラゴン、これ属性何にしよう。
相手なんもなそうだけど何でもいいの、これ神属性かなんか食神属性は神を宣言するぜで、ゼンマイネズミを攻撃表示でしょうか。そしてゼンマイネズミの効果を発動。ゼンマイネズミとかいうモンスターも大概やってるからこれで、守備表示で特殊召喚。そして、ゼンマイシャーカの効果によってレベルを1個下げる。レベル3のモンスターで、ね、作れる最強モンスターなんで、ゴシップシャドウ君は、まあ、レベル3軸のデッキだと結構、まあ、割と活躍してくれますね。で、コートオブアームズとかいう、トロンさんの最強カードを出しまして、で、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイ。おかえり魅惑のゴシップシャドウ。そして、ゴシップシャドウの効果はそう、この下に入るよ。ふいーんマジでこれでロンゴミアントで爆弾させてドヤ顔してましたからね。でゴーストリックあるカードを特殊召喚していく。でコートオブアームズの効果とフィールド上のエクシーズモンスターの名前を、コピーする。そして今だから2体あるカードがいると思ってください。こう盤面が盤面に2体あるカードがいると思ってください。でゴーストリックあるカードの上に打点石を出して、で打点石の効果を発動。打点石の効果によってさらにゴーストリック魔法トラップカードを1枚手札に加えることができる。おい。そしてこれはいいえ。でゴーストリックの打点石の下に、リフォームを1回吸収しまして、そして一旦こっちですね。これで、ゴーストリックフェスティバルを爆誕させていく。さあゴーストリックの打点石ちゃん、これ何体目だちょっと分かんねえな。いや3体目ぐらいか。でゴーストリックリフォームの効果、ゴーストリックモンスターをリフォームしなんかちゃうやつ出せる効果で、アルカード何回目か分かんないけど、アルカードの方が召喚ムービーやんの、これ絶対おかしいだろこれ。ゴーストリックってよく分からんこと起きてるな。でゴーストリックアルカードの上に飾ってオーバーレットが最高地区。ゴーストリックの打点石ちゃん、これで救済ですね。で、自分の墓地のゴーストリックショットの効果によって自分の墓地のゴーストリックモンスターを下に重ねていく。ゴーカモン打点石ちゃん。マジかわいいマジかわいいな。この演出考えた人マジでありがとう。